今回は、スクナ、指15本分弱体化する説に対する読者の反応を紹介していきます。渋谷で虐殺をしたのは15本の指の魂だよね。つまり残りの数本分の魂は処刑権の対象外かと。なるほど。セルフ分霊箱のアイデアはあったがそういう解釈もありだな。4分の3持っていけるってのも戦果としては十分だし。即死にならない理由としてもパワーダウンする理由としてもすごいしっくりくるな。なるほど。ええやん。4本プラス促進物なら今のメンバーでも勝てそうか？でも4本プラス推定1本分相当な促進物なら疑似20本少なを相手にするよりはマシでしょ。乙骨先輩やマキパイでも勝てそうなレベルまでは落とせる気がするし。なるほど。それなら即死しない理由にもなるしかといって無駄でもなくなる。4分の1まで弱体化はでかいわ。その上でスクナの目論み通り呪具化した処刑人の剣を持っていかれる感じかな。即死にならないかつ、15本分の指のパワーダウンは大戦果だな。すごい良い考察なんだけどそれだと逆に生存者が多すぎて普通に指5本分プラス促進物スクナを袋にして普通に終わるっていうしょっぱいことになる問題があるんだよな。促進物補正にもよるけど、そこら辺は指の数とは関係ないスクナの技量でなんとかしてもらうしかないな。20本に分けたうちの1本だと戦果しょっぱすぎるしこれだといいな。賢弱の置き土産もあるし5本スクナプラス置き土産ならパワーバランスそこそこいいんじゃないかな。5本プラス促進物でも本気でやってくるなら負け筋たっぷりじゃない？ 2 本の時点でもしかしたらマコラに負けてたかもなレベルだし。そこで温存しまくってる風がよ。んと確か、指19本プラス促進物飲み込んだスクナを見た乙骨の見立てで呪力自分の倍以上だから。指5本スクナは乙骨の半分強の呪力か？これがマジならスクナにとって処刑人の剣は、自分の7割支払う価値のあるものってことになるのかな。呪力や魂もここでスクナが生き延びて体力回復したら後々取り戻せるものではあるだろうし、一方的に15本分処刑されるってことじゃない？スクナがわざわざ処刑人の剣を出させたのは何かしら自分の利にする狙いがあるんじゃないかってことだ。即死しない策があるとはいえノーリターンで自分の魂削らせるような真似スクナがするか？ってのが引っかかるし、個人的には火車の死で呪具化した処刑人の剣を、板取りが刺して気が緩んだところで奪って自分のものにするのがスクナの狙いなんじゃないかと思うんだよね。一撃必殺の処刑人の剣は、自分の魂の半分以上を代償にする策を使ってでも手に入れる価値があるんだろうかと言いたかった。すまん見落としてたらごめんなんだけど、当たり前のように呪具化処刑人の剣が一撃必殺剣になる前提で進んでるけど、あの処刑人の剣って判決下されたスクナ以外にも死を与えられるんだっけ？スクナに対する特攻武器として火車が死後も睨みを聞かせるくらいになるのかと思ったけど、スクナ以外も判決飛ばして死刑にできるんかあれ。なわけないじゃん。他人に使えたら苦労はないよ。呪具化したところで裁判開けなかったら即死刑にはならないんちゃう？いやわからんけど。今イタドリが使えるのは死刑判決出たスクナ相手かつ火車がイタドリに託したからだろ。処刑人の剣で自らの魂を切らせることで、魂を切る感覚を学ぼうとしてるとか？奪ったところで少ない以外にあれが効くようになるのかってところは自分も引っかかってたので多めに見てくれ。少なくとも今開示されてる情報じゃ無理だよな。どっちかというと、食らって即死剣のコピーを試みようとしてる可能性あるかな。でも高い縛りで出力爆上げした何かな気がするしそんな再現できるものなのか。次元切るだけじゃなく魂まで切れるようになったらとうとう手がつけられないな。魂を切るってどういうことかわからんけど、薪の持ってる尺根刀が魂を切れるみたいだけど具体的に魂を切られた相手がどうなるかはまだはっきりしてなかったはず。ただ、薪が尺根刀で切った傷に反転術式は効くのか疑問に思ってる駒があったからもしかしたら回避不能、防御不能の回にさらに回復不能が付与される可能性。実際できるかは置いといて、術式オタクの少ななら、そういうの考えて処刑人の剣に興味があったっていうのは結構納得のいく考察だな。反転メタか。今の戦力で反転術式使えるのって火車除いたら乙骨だけだっけ。乙骨の反転アウトプット治療が不可能になるって考えたら確かにでかい。前線には出ないけど他者の治療ならイエイリモだな。なるほどね、結構これは良いかもしれない。5本分なら今のイタドリプラス巻き乙骨で普通に倒せそう。割といい感じの考察に見える。
指4本プラス促進物ならまだ希望が見える範囲だもんな。上後が甘く見積もって7、8本だから、受力量的には大体同じくらい。宿儺のトンでも技量が合わさると今いるメンツのレイドバトルで削り切れるくらいになってくれそう。でも次元山とかは据え置きだろうからやっぱりやべえな。他にも受力効率とかもそうだろうし。分霊箱理論がすっと頭に入ってきて理解できるの笑ってしまう。乙骨巻きがいて5本分に苦戦することはないと思うんだがな。5本分まで弱くなってるくせに現在の弱体化してる20本と見かけ上の強さあんまり変わってなくて読者に突っ込まれてそうな気がしてならない。五条が隠してた残り1本が良い感じに五条の肉体と融合してそれを捕食し5本、15本ぐらいの強さになることにしよう。5本指でも封がぶっ放されたらみんな消し済みじゃない？何本分残るかより封がどうするかの方が大事な気がしてきたな。3本の時で火山以下だろ。どうとでもなりそう。15本の制限付きで巻きといたどりなせるんだし実際5本分の出力でもどうにかなるのかようわからんけどな。そもそも宿儺の状態がよくわからん。反転術式を使う余裕はないけどカッシーに使ってた網目状斬撃とか術式自体はガン回しできるみたいだし。火車が死んだから没収したジュグも戻ってくるだろうしちょうどいいかもしれん。5本ならカムトケ戻ってきてもなんとかなるかもしれん。これで15本分死んで4本になるなら巻きも残ってるしが企画じゃね？風画と次元山は全部イタドリが受け止めればいいし。20、5処刑。カムトケ復活火車死亡。これでちょうど良い感じかね。確かにこれなら宿儺の最後が即死とかあっけない最後にもならないし、火車の死も無駄にならないな。弱体化宿儺 VS 覚醒イタドリで最高のカタルシスを感じさせてほしいけど、弾丸猫だからな。裁判官の死後も再審しない限り死刑判決は覆らない、というどこかで見た考察がしっくりきた。伏黒ガードに対抗する希望の説。伏黒ガードなんて言ってるの一部だけだろ、宿儺と伏黒別で判断できるってすでに言われてるのに。双子説や指のように魂切り分ける説の方が強い。殺す前に火車に反転覚えさせたのも、暇つぶし以外で何か目的がある気がするんだよな。中伏死士プラス処刑人の剣を術式反転するとどうなるんだろう。魂を理解できるなら対象に入れれるんじゃないの。五条が食らった次元山も反転で再生はできたもんな。宿儺って人間に興味を抱くけど、結局は圧倒的な自己しかないから対象への興味じゃなくて、その対象が自分に何をもたらすかしか興味がないんだよな。伏黒恵、身体。五条悟、新技。火車、カムトケの代わりの処刑人の剣。なのかもしれん。他人は本当にどうでもいい。何かを与えるどころか自由を縛ってくるイタドリは大嫌いなんだろうな。宿儺が自分から他者に何かするときって、大抵相手を使って自分の利を得ようとしてるときだよね。よろずなんかも伏黒の魂沈める目的がなければ放置してたし。例外は機嫌がいい時のカッシーとか上後くらいか？裏埋めと賢弱に激甘なのは。と思ったけどこの二人は料理と呪物かっていう宿儺にはできない宿儺に利があることしてくれる二人だったな。裏埋めに関しては隣にいることを許してるだけで宿儺の方から何か褒美を与えてるわけじゃないからな。裏埋めの側がかゆいところに手が届く発言で超嬉しがるやつだから成り立ってるけど。頭いいなぁ。確かにそれなら納得。火車の死を無駄にして欲しくないしこれで伏黒死ぬのはさすがにアホみたいと思ってたから。もしこれが落としどころならすげえわ。指5本分まで弱体化したら富士山7、8本分より弱いし。そうはならんと思うわ。宿儺の本体を取り込んでなかったっけ？指20本とその他ならそっちのがなんか凄そうな気がするけどどうなんですかね。スペックは負けても応用力とか経験値で火山に勝ちそうではある。